佐久間美香ちゃんです。こんにちは、よろしくお願いいたしま す, いいします。なんとまああでやかというか、はい、そうですか、素敵なお着物でございますが、ありがとうございます、ね、もう今日の日のために、うん、仕立ててまいりました。仕立ててる、よう映ってる、よう映ってますか、うん、ありがとうございます。関西ではよう映ってるっていうよね。はい、僕最初分からへんかってね。うん、まあ、いわゆる岡山県人だから。ああ、そうですよね。岡山は？よう、いや、よう、よく、よく似合ってるっていう、お似合いですね、普通の言葉なんだけど、よう映ってる。よう映ってるわ。何が映ってんねやろうとか思うやんか。瞳に映ってます。そうそうそう。よう似合ってますわ。さあ、今年1年もね。はい、そうですね。もう、ほんと終わっちゃうんですが。なんかあっという間に終わってしまった感じが。どんな年でした？今年は、なんかのんびりした年ですかね。うん。はい、あの火の器も、はい、火の器もおかげさまで上々の売れ行きでございまして、うんうんうん、でもあのアクセクすることなく、うんうん、のんびりとあの1年を過ごせたかなって、そんな感じの1年だったですね。幸せですよ。そうですか。今年はだってほれ夏めちゃくちゃ暑かったり、天災がいっぱいあったりさ、そうそうそう、世の中が本当に大変な人もいっぱいいる中ね。そうなんですよね。何事もなかったように私一人でのんびり暮らしてました。そんな幸せなことはないと思うんですよね、はい、さあ、じゃあ今年を締めくくる一曲ということでございますが、はい、ということでございます。あれでしょ、やっぱりあれですね、なんかですか、ライター、メラメラ、ライターかマッチかなんか出しましょうか。いやいや、それは出さんでいいですか。危ないからやめて。はい、それではね、はい、私のオリジナル曲、はい、私のオリジナル曲です、はい、火の器です。聴いてください。どうぞ。抱いてください、私の